はい、東亜流整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、どんな時に、尻尾を張ればいいのについてお話ししたいと思います。痛みがね、あるということで、尻尾を張ってる方がですね、結構いらっしゃると思うんですが、尻尾の種類としてね、大きく、3種類ですね、オンシップ、レーシップ、サロンパスね、サロンパスなどの、インドメタシンとかね、そういった痛み止めのもう、入ったようなね、ものですが、まずはオンシップね、オンシップということでね、その辺で書いたり、その辺の薬局とか薬店で書いたりですね、病院から出ることもあると思うんですが、このオンシップっていうのはですね、実は温めてくれるのかというと、そんなことはなく、温感シップなんですよね。温かい気がするシップということなんですよ。ね、オンシップといっても、温感シップなので、実際には温めないんですよね。唐辛子などのですね、成分が入ってまして、温かい気持ちに、させてるだけで、実は温めてはないという、シップなんですが、これもですね、血液を、血管を収縮するというふうになるんですよね。血管を収縮すると、血液の流れが悪くなりますので、慢性的な、症状の場合や、見覚えのない痛みに対しては全く効果がないどころか、逆効果に、なりますね。2番目、レシップ、ね、冷やすシップですね、ひんやりしたね。このシップもですね、血管収縮に働きますので、冷やすことでですね、血管は収縮しますので、慢性的なね、先ほどと同じなんですが、慢性的な痛みや、見覚えのない痛みにはですね、レーシップっていうのも、逆効果ですね。レーシップは怪我の時のみというふうになってるんですよね。グキッと捻挫したとかね、バーンって蹴られたとかね、ドーンとなったとかね、明確なその怪我の要因を感じた時ですね、しかも例えば、腕が痛いとしますよね。腕の痛いところを左右ね、左右こう見たときに熱感があったりね、熱いとかね、こちらの方が痛くて暖かい、こちらは痛くなくてこちらに比べると冷たいとかね、そのように温度の差があるとか腫れてるとかね、そういうのが明確な場合のみ、このレーシップというのを使うわけなんですよね。慢性的な症状で結構使ってる方いるんですが、これはもう絶対にやめた方がいいですね。3番目、サロンパスね。サロンパスなどの、商品はですね、その痛み止めの、薬品が入っているわけなんですよね。それでですね、一時的な緩和は、見込めるんですが、結果的に、そういう成分がまた血管を収縮するんですよね。血管を収縮すると治す力も落ちますし、痛みっていうのは血流が悪いことで起きていることがほとんどなんですよね。一時的な痛みは緩和できる可能性はありますが、結果的に、慢性的な痛みがですね、増えてしまいますね。といったようにですね、この3種類のシップなんですけど、使うとしたらまずこのレーシップですね、このレーシップね、このレーシップも怪我の時のみですね、怪我の時のみ、使用することが体にとって、プラスなわけですね。慢性的な、痛みとか、あとは見覚えのない痛みですね。いや、なんか普通に生活してるだけなのになんか痛みが出てきたとかね、普段持ってないもんじゃないのにね、ちょっとこう椅子を持ち上げたとかね、パソコンを持ち上げたとかカバンを持ち上げたとかね、何でもいいんですが、日常生活の延長線上にあるような動作で痛みが出た場合はですね、レーシップはですね、張らない方がいいですね。じゃあどうするかというと、温めるっていうのが、一番、基本的ですね。温めることによって血液の循環を促して体の本来の機能を取り戻すということですね。温めるといってもオンシップは温感シップので、温感シップですので温めませんので、お風呂にゆっくり入るなどしてですね、血液の循環を促してみてください。以上です。